アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。トリプルメインイベント、これが最後の戦いです。 62kg 契約、大月春明対黒田明宏。爆腕の異名を欲しいままにした WPKC 世界ムエタイライト級王者、右側赤いグローブが大月、対する黒田、 J ネットワークのライト級王者、一角の男となってこのクラッシュサバイバーに参戦です。さあ戦いが始まりました。ガードが高い、そして左膝でリズムを取って徐々に前に出てくるのが黒田。それに対して全くいつもと大月は、中村さん、変わりませんね。そうですね、やっぱ久しぶりのリングでこうロキックからパンチ、うわ早くももう嵐に巻き込むようです。いや、試合の前に戦いがどういうものなのか後輩たちに教えてあげたいって言ったんですけど、はい、その気迫がもう最初から前面に出てる戦い方ですよね、今まではそうですね、そうした他のことに関しては言及はなかなかしなかったファイターなんですけれども、すごく意外な印象がありましたね、あの言葉を聞いた時に。それが今大月のキャリア上どんな位置を占めているのか、また戦いで一つ分かりますよね、そういう意味でもこの試合の結果だったりどんなものになるのか楽しみですね、とにかく一発の強さがあります大月。今の大月はどうなのか。そして黒田、成長を続けています。団体の王者として今大会リングの中央を今譲ろうとはしません。ここでステップバックして右の一撃を振るっています。本当にこう黒田選手はいろんな技術を持ってて、それをこううまく散らして相手の持ち味を消して自分のペースで戦うっていうのが黒田選手のスタイルなので、これは大月選手のこの攻撃に巻き込まれないようにいかに時間を長く使って戦えるのかっていうのが黒田選手にとっては重要なキーポイントじゃないですかね。そうですね、己のその戦いの軸ですね。そうですね、決して崩してはいけないですね。統一ライト級トーナメントでも準優勝を果たしています。左ボディ突き刺すような前蹴り、黒田選手がガードを高く保ってそこから下の蹴りを蹴っているので、大月選手は左のボディで思い切って飛び込んでいってますね。足を払うようにしてからワンツーです。右バチーンというバコーンというような音を。さあ見るべきポイントは多いんですが、中村さん、はい、ここまでどんな風にご覧になってるんですか。そうですね、結構大月選手序盤は見て相手の攻撃にカウンター取るっていうようなスタイルが多いんですけど、今日はかなりなんか積極的でなんかアグレッシブな印象を受けますね。もうこの第1ラウンドで一つ打ち込んでやろうという気概が見られますね。そしてパンチがクローズアップされますが、蹴りも強い選手ですよね。ただ黒田選手もそんなにこう慌てることなく、はい、ちゃんと攻撃をブロックして、右のストレートだったり、蹴りを出していってますよね。今のハイキックも当たればという軌道でしたよ ね、左フックから入ってくるロングレンジの攻撃は大月。残り5秒、第1ラウンドハイキックはどうだ、見せただけなのか。ここで第1ラウンド終了です。大月選手とやって慌てるっていう場面もなかったので、2ラウンド以降どういう攻撃を組み立てていくかはちょっと気になりますね。小刻みに体を揺らして攻撃に移ろうとする黒田、左右パンチを放ってきます。大月は、上体の動き、これを見てください。本当にもう左ハイ、唯一無比無二のファイターです。切れた切れた、うわここまでざっくり切れるとは。あの足の甲の硬い部分が当たったんでしょうか ね、 そうですね、ちょうどいきなり左ハイキック飛んできてそれで顔切れましたね。粘り強い王者の黒田明宏、これは続けです、ね、られますね。続行です。黒田としては首の皮1枚つながったというところか、この怪我の状態から見るとですね、はい、ローキックからパンチ、
蹴りにだいぶ手応えも感じているのか大槻です。ね、しかもこう右のローで崩してそこに右のフック叩き込んでっていう、はい、どこから飛んでくるかは分からないパンチです。いやでも黒田もひるみません。そうですね、また同じように左ハイクを蹴られたんですけど、怖がらずにどんどん前に行きますね黒田選手。そうですね、ローキックはもちろん共通の武器でも大槻はハイキックできました。左右さらに傷口からもそのパワーをえぐり取ろうというのか。ちょっと大槻選手の圧力で黒田選手がバランスを崩して、はい、蹴った時にちょっと後ろに下がっちゃう場面が目立ちますね。おお、ここは右ストレートいやこれも大槻ならではでしょうかいやなんか大槻選手違いますね。そうですね、縦横無尽に戦っています。リング上こそ俺の世界と大槻、そんな風にも見えてくる。足でこれ探しているような動きですよね。しかも左ボディ今こう前蹴りと左のパンチで下がったところに今度左ボディ打ったりと、効いたところを逃さないですよね大槻選手は。さらに変幻自在にそのピンポイントなんですね、はい、そうですね。あの恒例とするタイそしてインドへの放浪の旅も経て今回そうですね、多分大槻選手にとっては何かがあるんでしょうね、ああいう東南アジア系の国には。リフレッシュと本人は言いますけれども、非常に危険なところをあえて選んで危険な目に遭って帰ってきているそうです。この目がまたそれを感じさせる。左ボディえぐる、もう一発、状態が今浮き上がるようになりました ね、 そうですね。ちょっとやっぱ1ラウンドから左ボディ当たってましたし、はい、あのまあ前蹴りで下がる場面もあったんで、ちょっと大槻選手のボディにも手応えを感じてるんじゃないですかね。そうですか、右の蹴り前蹴りというよりはちょっと斜めに、そうですね、本当刺さるみたいな、はい、いや黒田もバックブロー、本当黒田選手もこう下がらないですよね。そうですね、守りに入っちゃうと大槻選手みたいなタイプはどんどん前に出てくるんですけど、はい、黒田選手も必ず攻撃返してますから、決して引いてはいけないということを言いたいほど理解しています黒田。ここで第2ラウンドを終了。ゆらりと立ち上がった黒田、リング中央で相手を待っていた、獲物を待っていたか大槻。第3ラウンドです。さあこの3ラウンド目、中村さんの展望を改めて聞かせてください。そうですね、まあ、大槻選手の攻撃がすごく当たってきて、まあ、確実にペースは取ってると思うんですけども、はい、まあ、その黒田選手がその、まあ、下がらない、まあ、ちょっとバランス崩す場面はあるんですけども、そのこうビビってないというかですね、そういう戦いを続けてるんで、まだ本当に分からないですね。そうですね、はい、試合を投げることは決して黒田という男はありません。あの小学校から高校までは野球歴があって、大学4年間は塾の講師をしていたそうですね。身体能力そしてクレバーさ、そこで培ってきました。まあ、こういう苦しい試合っていうのは黒田選手絶対経験してると思うので、はい、そういうものがこの試合で出したいんじゃないですかね。この苦しい時にこそ出るんでしょうね、はい、さあ大槻どう動く。ボディへの蹴りから構えも変えてきます。右ローキック、その足を見てハイキック、フェイント、黒田の蹴り。3ラウンド目、中村さん何か変化はありましたか。そうですね、やっぱり黒田選手がこの手を休めないので、はい、なかなか大槻選手もちょっと攻めにくいところも出てきつつあるんじゃないですかね。左ボディ、今も大槻選手左ボディで飛び込んでるんですけど、黒田選手も左フック返してますから、やられっぱなしになってないですからね、はい、あの万全を期するという面もあるかもしれませんね、はい、そうですね。一連の左の攻撃、さあそこから前かがみになって大槻スイッチします。右で見てからそこにローキックは黒田。決して中村さん、ここは付き合いませんかね黒田。そうですね、確実にガードを上げて、はい、まあ、ローを蹴って、しかも高い蹴りを蹴ればなかなか大槻選手のこの構え方だとそんなカットとかはできないですから、はい、そういう上を狙った蹴りっていうのはいいんじゃないですかね黒田選手は。
しかし返す返すもスピードが鈍っています。黒田あの左のボディと右ローは強い、ね、右のローが結構効いてるんじゃないですかね、どちらかというと。あ、それで前進ができなくなっている、はい、テンプレーのパンチもあります。でもここで下がらないのは黒田という男、多少の攻撃は食らってもという場面。残り25秒、ここから一ついわゆるギャンブルに出てくるかもしれませんね。 そうですね。そしてそれが出ないといけない時間帯にもなってきています、はい、回転の動き、さあ場内もこうするように声援が大きくなる、激しくなる。残り5秒、大月どうする、黒田は出るがそれを止める。ここで試合終了です。今直後の印象、中村さん、はい、第3ラウンドを終えて試合を終えてどうですか。ですね、大月選手の試合だったかなとは思うんですけども、3ラウンドは黒田選手も攻めましたし、いや大月選手もちょっとあんまりこう攻めないような場面もあったので、ちょっと黒田選手の良さが最後出たんじゃないですかね。とにかくその粘り腰、定評のある黒田、強打の大月、判定までもつれます。判定は3対0、大月春明です。試合あると思うんで、僕もしますんで見に来てください。お願いします。